ちょっと夜勤前なんですけど、うんこ行きたいです。僕は中学校3年生の頃からね、 YouTube やってるわけなんですけども、はい、編集とか何も分からなかった時、 iPod タッチ一つでね動画撮って編集してた時もありましたよ。そういう編集のこととかね、動画のこと全く分かんなかった時にね、同世代に登録者が700、800そう、おー、でかっ、こんなでかいのか。最近ちょっと遊戯王にマジハマってて、最近ほんまに遊戯王にちょっとハマってて、デッキあります。ココアちゃんかわいい、リズちゃんかわいい、シャロちゃんかわいい、サイバードラゴンノーバかわいい。すげえ、これがプレイングマットか。そんなことはどうでもいいんだ。編集をしてた時期がありましたよ。今もやってますけどね。登録者0人1人の時に、同世代で登録者がね、まあ500人以上いた、300人くらいだったかな、ケンオ TV さんっていう方がいたんですよ、同世代で。そのケンオ TV さんがね、 iPod Touch の編集の仕方とか、それこそケンオ TV さんの動画を見て、俺は Adobe Premiere Elements っていう今使ってる編集ソフトを買ったりしたんですけども、あの方のおかげで今の俺がある。そのケンオ TV さんは YouTube 辞めてしまったんですけどね、非常に感謝してる。当時の俺にとってはとても偉大な方だったわけですよ。いや、今も尊敬してるけどね。今日は何をするかというと、そのケンオ TV さんが昔出してた動画に、歯磨き粉を凍らして歯磨きするとどうなるのかみたいな企画があったわけですよ。なんというショー。いや、そんなこと思ってないんですけど、まあ同世代ながらも俺の師匠、俺が勝手に師匠だと思ってるんですけども、師匠の企画をやりたいなと思います。差しの言い方はお気づきだと思いますけども、ネタがないのでやり、ということでね、今日はね、前歯磨き粉を食パンにつけた時に買ってたクリニカとデンタークリアマックスと子供歯磨きですね、こいつらを凍らして、明日の昼過ぎに仕事終わって帰ってくるんで、その時にね、こいつらがどうなってるのかを今回はやりたいと思います。夜勤とか言いながら、俺今日朝7時から昼の12時まで普通に仕事出てたからね、朝勤からの夜勤ですよ。まあそれは置いといて、早速やっていきましょう。マジうんこ行きたい。じゃあ入れていきますね。うわー、なんか知らないけど、きつねうどんとバリカンが冷凍庫の中に入ってる。なんでだー。あー、まあ冗談はこの辺にして入れていきます。こいつらが明日どうなってるのか、めちゃめちゃ楽しみですね。それじゃあ次の日までカット。うんこうんこ、腹いて腹いて、あ、膝痛い、膝ただいまんじゅう。ちょっと洗濯機動かしてるんですけど、気にしないでください。帰ってきました、夜勤から。やばかったね、夜中とか眠すぎて立ちながら寝てたもん俺。まあそれは置いといて、早速凍った歯磨き粉たちがどうなってるのか見ていきましょう。あ、膝痛いってば。膝が引いちゃうんだよ。せーの、パカッ。うわぁ、冷凍庫の中にサンダルが入ってる。はい、ごめんなさい。いや、これはセックス。早く寝たいからさ、とっとと結果を見ていこう。まず、デンタークリアマックスから。アサック。いきまーす。歯磨き上手かな。あ、出ねえ。出ねえ。プーリッシュか、お前は。あ、出ねえ。全然出ねえぞ。あ、舐めとるんかこいつ、こら。ほんまに出ねえやん。失格。変わってクリニカですね。いきまーす。お、出た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 。ういーす。いただきます。いただきますもおかしいよ。あっ、ケチ500円。冷たい歯磨き粉。多分この動画見てる全ての人間が思ったでしょうね。いや、でしょうね。まだ子供歯磨き、まだ子供歯磨きが凍ることによってめちゃくちゃ辛くなってる可能性もある。いただきます。冷たい子供の歯磨き粉。もつきじゃねえか。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。